皆さんの子供の頃をこんな未来を描いていたとか、何かこう思い出だったりとかっていうのありますか？そうですね、音楽は好きでやってたんですけど、ピアノ弾いたりはしてたんですけど、それを職業にするとかっていうイメージは一切なかったので、だからその当時を考えると、やっぱり今やってることっていうのは全然想像もしていなかったことなんで、未来どうなってるかわからないんで、その歌の中でもそのピースに何を描くっていうので、こうサビが締められたりとかしてて、なんかあんまり今にとらわれないで生きてったら楽しいんじゃないかなとは思いますね。僕は結構なんか多分今もそんなに変わってないところが、いろんなものに影響されやすいっていうのがあって、例えばブラックジャックを読んですぐ医者になりたいとも思ったし、何かきっかけでは忘れてたんですけど、総理大臣になりたいと思ってた時期もあったりして、良いなってかいな、いいことだよ、素晴らしい。でもそういうのって、なんかいろんなものに触れたから、そういうなんかまあ憧れだったりとか、そういうのを持つようになったので、まあ、興味がないことに興味を持つことってやっぱすごい大人でも難しいことだと思う、あれだと思うんですけど、なんか本当になんかきっかけは YouTube でもいいし、なんつったら子供たちに向ける言葉っていつも説教臭くなっちゃわないかなっていう心配があるじゃん、うん、そういう年だからね。そうだね、音楽で伝えるのがいいかもしれない。そうですね、ライブ見に来てそれをなんか憧れてくれたら嬉しいなと思うんですね、いろんな体験をしてみてください。小学校の時僕めちゃめちゃ勉強できて、なんか親も、あ、この子は天才だってずっと言ってたんで、医者になれるって親が言ってたんで、あ、俺もなれるなと思って、もう一緒の夢持ってたじゃん。だから多分僕将来の夢、医者って書いてたんですけど、人生こんなになると思ってなかったから、不思議だなって思うんで、でも面白いですよね。だから僕もミュージシャンで、その、ご飯を食べていく。実は多分22歳ぐらいまで本当に本気で1ミリも思ってなくて、どっちに転んでもなんかでも自分が幸せならいいなって思ってるんで、今僕はまあ後悔してないですし、なんかね、そういう子供たちもね、どこに転んでも全部正解だっていうような感じでいけたらいいなと思いますけどね。橋口さんどうですか、描いてた未来とか。いい意味でね。でもなんか僕結構感想文とか作文が得意で、そのなんか県のなんか賞みたいのもらったりとかもして、なんとなく自分の中でなんか文章を書くのは得意だっていう気持ちでいたので、まあ、最近は結構それがね、歌詞書くっていうことだったりで仕事になっている部分もあるので、なんかそういう普通に学生生活だったり日々を過ごしていく中で、自分がちょっと得意だってこう知るものだったり、これ好きかもしれないと思う瞬間っていうのが子供時代でもいくつかあると思うんで、なんかそれをずっと忘れないでいれば、なんか将来自分は何になりたいんだろう、何に向いてるんだろうって思った時に、何か一つヒントになったりとか鍵になる部分っていうのはあるのかなって、結果論ですけど今振り返ればすごく思いますね。それってごめん、はい、俺聞いちゃうんだけど、あの誰か先生とかにコンクール出しなよとか、うまいねとか言われたとかあった？先生とかに言われて、先生が出したのかな、それ。あ、やっぱり、そのクラスの中で選ばれてってことなんだ。そう。はい、やっぱり、気づいてくれる大人がいたわけだよね。そうだね。ね、確かに。そうだ、その時ね。ね、うん、で、それからなんか結構作文の通信教育とかを。やってたんだ。やってて。そう。で、なんかいい文章はなんか全国のその紙面に載るみたいので、結構載っけてもらってた。僕は将来の、特に子供の頃、なんかその都度その都度なんとなくで答えてたと思うので、あんまり確固たるものはもっとなかったんですけど、父が何でもものづくりが好きな人で、とにかく家の中で何か都合が悪いものがあったら自分で直して自分で作る人だったんですね。いわゆるパソコンが出始めた頃から自分でゼロから作っていた人だったので、そういうものづくりが好きなところはすごく影響を受けていて、何でも自分にとって都合のいいものは自分で作るのが最適なんだろうなとは思っていて、子供たちも今これから生き方を我々の世代と同じような生き方をするわけないと思う、自分にとって都合のいい生き方を作っていけるようになってほしいです。
なんか好きな方向に生きてほしいなと思います。リーダーはいい着地を。リーダーです。僕もそう思います。役割を伝えますから。街の総意です。こういう言い方です。